アトスは、アレクサンドル・デュマ・ペールの歴史小説、ダルタニャン物語に登場する獣子の一人。三獣子の最年長で、リーダー的存在。ダルタニャンは、アトスという人物には、他の獣子たちとはやや異なる、一種の尊敬の念を抱いている。作中では若い頃と老齢になってからの変化が、かなり大きい。アトスというのは世を忍ぶための偽名。この名前は、 フランス人から見ても奇妙なものらしく、私の名前は、アトスだと言われ、リシュリュー数奇鏡から、それは、山の名前だ、ふざけているのかと怒られるシーンが見られる。アトス年齢は、三十四の時点で、推定三十歳頃。二十年後の時点で四十九歳と、自己申告していた。年齢はダルタニャンより十歳ほど年上で、機嫌のいい時にはダルタニャンに対し、なあ。 せがれよと呼びかけることもあった。無口で暗い印象を受けるが、人格としてはどこか王族の気風を漂わせており、ただ者ではない印象を相手に与える。また、若い頃は、大酒のみで博打好きという欠点もあったが、人格の高潔さが強調されており、誠実な人柄。人間関係に打算を持ち出しがちなダルタニャンは、 誠実なアトスに対し引け目を感じ、アトスだけは騙したりできない、と感じている。若い頃、女性関係で失敗。以後はそのトラウマから、一切女性を近づけることはなかった。よほどその失敗が身に染みたのか、恋愛相談にやってきたダルタニャンに対し、やめておけと的外れな助言をしたり、息子のラウルと仲が良いルイズを危険視するなどしている。 作中で描写があった限り、最初の妻を除けば、ラウルの母親と人よの関係を持ったのみ。この息子、ラウルの誕生後、子供をしつけるには、口で言って聞かせるより行動で示すのが一番だと考え、きっぱりと博打をやめ、酒も足しなむ程度に抑えるようになった。もともと、ダルタニャン、プランシュなどは、アトスは立派な人物だが、酒でいつか、 身を滅ぼすだろうと予想していたため、この変化には大喜びしている。政治的には、基本的に、フランス王家に忠誠を誓う立場。フロンドの乱に参加したのも、ルイ14世を区物として操るマザラニへの反感のため。また、若い頃は、熱烈に、イギリスを嫌っており、イギリス野郎の金なんているものか。と言って、決闘で得た、イギリス人の金を捨てたり、 バッキンガム公爵からもらった馬を、博打で吸っていた。しかし、1648年、49歳の頃、イギリスに渡った際に、心境都革命で徐々に、考えが変わり始め、親衛的になった。そして、チャールズ1世からは、ガーター勲章を、チャールズ2世からは、金曜毛勲章を与えられるという名誉を得ている。 このどちらの勲章とも一国の国王レベルの人物がようやく与えられるほど、剣の腕前が高く左右どちらの腕でも剣を使うことができるという特技がある。また、すでに60歳、近い1660年のイギリス遠征では、従者のグリモート二人で牢上し、28人の兵士のうち8人を死傷させる活躍を披露している。作中では、 完全に伏せられており、アトス、あるいは、ラフェール伯爵としてしか紹介されることはない。しかし、後に、デュマが描いた演劇、若き頃の獣子たちで登場するミレディが、作中でラフェール主尺のことを、オリビエと呼んでいるシーンが見られる。そのため、アトスの本名は、オリビエではないのかと考えられている。モデルになった人物は、アルマンドゥシレーグダトスドートビエユ。 ダルタニャン物語とは15歳ほど若く生まれている。重視隊長、トレビルの親類で、そのつてをたどって、重視隊に入隊。軍人としては特に見るべき功績もなく、血統騒ぎを起こし死亡した。三重子のリーダー格のためか、主人公、ダルタニャンに次ぐ程度の活躍をする役回りを担当するポジションにいることが多い。映画仮面の男などでは、 ルイ14世の双子の弟で、バスチーユに監禁されていたフィリップを亡き息子と、重ね合わせ、またフィリップから、父のように慕われていた。デュマの小説でこの手の数字に関する情報は、整合性が取れないことも多いので、あくまで目安。ありがとうございます。